こんにちは、オーシャン東京ホワイト奥村健志郎です。今回はカットで収まるセンターパートを作っていきます。ウィッグを使ってカットしていくんですけど、元々の髪型がこちらです。全体的に長め重ためのスタイルからすっきりとしたくびれてるセンターパートを作っていきます。そして仕上がりはこんな感じになりました。もみあげと襟足の長さを少し残したセンターパートのスタイルです。ウェイトは高め、前髪は鼻にかかる程度の長さです。